僕物めっちゃなくすんですよ。映画館のチケットとか大体なくすし、そんな感じだったら当然ね、切符とか簡単になくすんですよ。でなくしたら改札の横にある駅員さんになくしましたって言って、そこまでのね料金を追加で払って出ないといけないんですけど、まあ、ここをサボってる時に定期止められて、バイト行く時切符で行ってたんですよ。で週3ぐらいで行ってたから、まあ、ほんまに週1ぐらいで落としてて、もはやね誰かに盗まれてんじゃないかって今でも疑ってるんですけど、まあないもんはね仕方ないんで駅員のね人に言いに行くんですけど、大体ね駅員の人一緒なんですよ。でそのおっちゃんがいつもないやん、またなくしたんかって言ってきて、はいすいませんって言ったら、もうしゃないから通り次なくしたらあかんでって言われて、一回通してくれたんですよ。まあ、そしたらもうこっちのもんですよね。いやほんまにね、僕もね申し訳ないと思ってるし、別にわざとじゃないんですけど、なくしてるんですよ。というかなくなってるって言った方が正しいか。でも一回通してくれたから次も通してくれるなみたいな気持ちがあるからね、なくしたんかもしれないですけど、次も行ったら、あでも行く時見とったからいいよって言って通してくれるんですよ。いやそんなことやっとったらもう2ヶ月ぐらいしたらね、すいませんって言ったら、あいいよってみたいに顔パスで通れるようになったんで、駅でビップタイプやってもらってました。